皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回ですね、ずっと持ってなかったんですけど、絶対に持った方がいいよなと思ったあるキャラのね、虹バーチを手に入れたんで、そのキャラを使います。はい、ずっと持ってなかったんですよ。こちらですね、浦飯ユスケ、やっていきましょう。まあやっぱ本体の性能がものすごい高くて、優先枠からほとんど外れない、かなり安定した強いキャラではあったんですけど、まあ、虹バッチをね、手に入れてなかったと。で、やっぱ周りのね、上位プレイヤーが虹バッチのユースケバンバン使ってくるんですよ。でも自分ずっと金バッチだったんですよね。さすがにそろそろ手に入れたいなと思って。で、今回腕スターのなんか、ブロンズバスがいっぱい配られたじゃないですか。あれのおかげで、まあ、めちゃめちゃ、お、飛ぶね。めちゃめちゃね、あれが余ったんで、ポイントが。まあ、余ったというか。手に入ったので使っていきたいと思います。これ上どうしようかな。まあ、単純に捨てが高いよね、上の飯。はい、もうこれで、これ見るだけでもなんか結構えぐいっすよね、絵面が。さて、ここどうしようかな。あ、水高ちった。無駄なダメージ受けちゃいましたね。はい、リリースいきましょうか。で、こっからだな。一応リリース下行ってくれてるんで、見逃し目食らわないんで、ちょっとまあ、お相手がブルードっていうね、まあ、なかなか強いキャラを引いてますんで、そこをどうするかって感じですね。ドン。これで前に寄せてあげて、ヘイチョックのド発で食らわないようにしてあげて。あ、食らってる？あ、食らってんな。なんでクレフラ弱すぎだろ。嘘でしょ。ヘッジに負けたんだ。ヘッジに食らってんだけど。時間間に合わないかもな、ワンちゃん。ワンちゃん時間間に合わんすね。クレフラマジかそれ。さすがに狩られてると思わなかったから普通にスルーしたわ。まあ放置しても大丈夫しようとか思ったらめっちゃクレフラボコられてる。さあ、ユースケ自体はねすごい強かったんですけど、ヘッジに狩られてたクレイジーフラワーマジか。はい、それではねやっていきましょうか。まあとりあえずユウスケバッチありなし、まあ なしでも強いです、正直。ただ、まあ、なしでも強いし、まあもちろんあった方が強いけど、なしでも強いんですけど、毎回引いて嬉しいキャラなんで、バッチ持っといて損ないよねっていう話なんですよね。毎回引いてね、あ、ユウスケ強いわってなるのにバッチ取らないのももったいないなって思った結果、まあ取りましたと。いうわけで裏技を取りましょうか。第一は、はい、さて何発必要になるかな。1発2発。おお、取れないか。ユウスケたどり着くの早かったな。結構削ってくれてはいるっぽいんだけど、ここはデスでいこうか。パン取れそうな雰囲気出て、まあ、それましたね。オッケーオッケー。そしたらもう大丈夫。そしたらあのフォア側をどう倒すかだな。まあ、リリースでいきましょうかね。あ、リリースなんで、まあ、スキル打ってくれるのねっていう期待をして、さあブン。さあ、ヌボボの壁張りですの火力。リリスはスルーされちゃってるけど、ユウスケで壁張って朝倉陽で火力出していく。でユウスケがたどり着けばユウスケも火力出すと。
というわけで、まあ、やれますね。惜しい、取れなかった。リリス地味に頑張ったかもしれない。まあ浴びだからだかもしれないけど。はい、それでは続いていきましょうか。てかそれにしてもクレイジーフラワーマジで弱かったな。本当に本当に弱かったな。クレフラヘッジオクグでやれるかなと思ったんだけど、でまあこれちょっと別の動画になるんであれなんですけど、まあまだ決まったわけじゃないんですけど、次の虹バッジあくまでも予定で魔導騎兵にしようかなって思ってるんですよ。で魔導の虹が結構面白いっていう話で、まあ1対L をついてるんですけどね、まあそもそも捨てが高いんで、虹バッジですごい捨てが上がってて、さらに1対L と。カニの虹も強いんですけど、なんだろう、環境的にカニじゃなくてこっち、魔導のがね、使いやすいよっていうタイミングって、まああるんですよね。で、そのタイミングに出てくる魔導騎兵の虹バッジが結構面白いみたいな。おーっと、これはウサギでした。とりあえず上ラインユース切りますか。で上がりも合わせてイチャホ飛んだら、まあいいダメージ入ってラッキーじゃないみたいな感じで、でリリスいきましょう。サキュバス、まさかのサキュバス。はい、でユースケで削る。お、上やってるね、なんか知らんけど。で、リリス、いる。やられるけど、リリスが前行ってスキル打ってくれれば、アクエインやれるよね、っていう感じっすね。サイクロ、あ、取られちゃった。パールドゴムに降りてきちゃった。それ強いんだよな、パールドゴムに。サイクロが全然リフ打たないっすね。あ、でもなんとか倒せましたね。よかったよかった。さあ、ユースケ。あられもセットして、これが強いんだよね、ユースケ。これでぶち切り終わるじゃん。これが強いんだ。で、リリス前行ってますね。で、小悪魔も、おー、相手ミスってるね。これ相手越せないよ、もう。はい、取ってほしい。もう相手これ越すゼロです、今。倒す。やっぱ耐久値が別格だな、ユースケ。というわけで落ちましたね。まあ、出してるだけでコストがちぎるキャラって感じですね、本当に。デビルだけはちょっときついですけど、まあ、デビルあと一応ベビームか。あとは大丈夫。はい、それではね、ラスト行きましょうか、ラスト。いや、ユースケ虹バッジも、取ってよかったかもしれん。まあ、朝倉陽もいるんで、役割ちょっと被っちゃってるって言ったら被っちゃってるんですけど、まあでも言うてね、2体ぐらい、この、なんだろう、とりあえず前行けみたいなキャラいても悪くないとは思うんだよね。うん。まあ、ディケイドもちょっと似てて、とりあえず切っちゃっていいんじゃないみたいな、とりでに。っていうキャラでもあるんですけど、ディケイドの場合って、ユウスケとか朝倉よりも処理しやすいんですよね。ここは取れないけど、わお、そこにそれ来ちゃう。ちょっとめんどくさいな。しかもこれ、アビバルじゃね？違う、アビじゃねえわ。でも、リーバーじゃね？捨て長くね？相手の。ちょっと、無茶砲大量召喚。うん、まあトレント切るしかないんで切るんですけど、トレントねー、バルガに狩られる可能性高いんだよね。いやー、今だったら終わったね。そこはやってカタパルト、めんどくさい。リリス切ってユウスケこっち当てて、こっちもユウスケいこうか。まあガッツなかったんだけど、スキル打てない可能性もあるから、だったらまだね、戻ってこれるユースケの方がいいんじゃないみたいな。はい、やっていく。この虹ユースケ止めるの結構大変だと思うよ。
流れてるだけですよこれ。はい、で小悪魔言ってくれるでしょ、ボン。でまだガッツ残ってるからね、ガッツガッツガッツ。いや、まあ、倒せるキャラいないよな、ユースケを。後半になっちゃったらもう。前半でも強いけど、後半でも強いんだよな。もしかして時代はデビルなのか？ちょっとわからんけど。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。裏飯ユースケの虹バッジでございました。まあ、HP1406、防御力1406、防御力990。で、このキャラが、まあ、普通のね、金バッジの攻防 HP アップ、スキル発動率アップ、プラスさらに攻防 HP アップするのが虹バッジですね。まあ、強いです。ひとまずトレデに行きよう。ひとまずね、出してから考えようっていうすごいシンプルなキャラ で、それがね、本当に高水準なね、まあ、パワーを持ってると。それをね、まあ、とりあえず出して、相手からどんな風に動いてくるか。で、相手がユースケ倒しづらいなってなったら、それで全部削れるし、それ出すだけで。で、もし、相手がカウンターキャラ来てきても、ユースケで途中で交代して、レイガンをちまくって倒してくれるし、結構コスト勝ちしてくれるし、みたいな。このキャラを使って本当に引かれたくないのがデビル。まあ、あとは一応ベビー。ベビーに関しては他でね、やれるキャラを引いてればボコれる。ただデビルに関してはちょっとめんどくさい。即死が入っちゃう可能性があるんで。そう、ベビーの場合はね、通常ユースケがやられても本気モードの時に、本気モードになって本気モードが削られる前にね、ベビー倒せればね、特に問題ないんだけど、デビルの場合はね、通常本気関係なくも即死ドンで死んじゃう場合があるんで、そこだけ注意しなきゃなんないんですけど。まあ、そんなデビル出てこないからね、あんまり強いキャラじゃないから、ただ最近強いって言われてる、まあ、ユースケしかり、朝倉陽しかり、デビルに弱いんだよね。カマキリしかり。あれ？カニもそうだな。ベビーもそう。あられも？え？デビルこんな優秀なの？って思えるかもしれないんだけど、まあ、それでもね、意外と使ってみると、うわ、デビル弱ってなったりとかするから、ちょっと難しいキャラなんだけど、まあ、気になりはします。はい。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。